はい、皆さんいつもご視聴ありがとうございます。この番組は2000年から現在にかけて全日本プロレスで行われた過去の名勝負をご紹介する番組です。今週も過去のチャンピオンカーニバルからアーカイブをご紹介していこうと思います。今週ご紹介する試合はこちら、2006年4月15日大阪府立体育会館で行われたチャンピオンカーニバルの予選から、鈴木実対中島克彦の一戦です。はい、先週に引き続きですね、中島克彦選手の試合をねご紹介させてもらいます。その昔やっぱ鈴木実選手も一時期はやっぱノアでねずっと活動されていたわけですから、そこら辺でね手合いもあったかと思いますが、2006年にこの2人が対決していたと、かなり、希少性はあるかなと思います。先週もね中島克彦選手のね試合をね紹介させていただきましたので、ほぼ重複してるんですけども、2004年にプロレスデビューしてからですね、その年プロレス大賞新人賞を受賞すると、何やってもこう史上最年少の体感というようなね、そんな箔のつく中島克彦選手でしたが、2005年の3月13日新日本プロレスのリングにおいて、なんと鈴木実選手とシングルマッチを行っておりました。これがねおそらく2人の初シングルと。なんでねこの2人がシングルをやったのかっていうのをね、ちゃんとこの文脈を読み取ってないんでわからないんですけども、やっぱりまあ鈴木実選手っていうと対佐々木健介とかっていう流れの中でね、もしかしたらまあその1回弟子である中島克彦をまずこう倒すみたいな、そういうことだったんですかね。はい、この試合以降ですね、全日本プロレスにも参戦するようになりましたこのケンスケオフィスですけども、ヘビー級ともですねなんとかこう渡り歩いていく、そんな中島克彦選手にプロレス大賞敢闘賞が贈られました。そのような活躍がある中でですね、2006年のチャンピオンカーニバルですけども、最後ね一枠枠が空いていたんですね。その枠を埋めるべく行われたこのチャンピオンカーニバル出場決定3ウェイと、この試合に勝利したというところで最後の一枠を中島克彦選手がもぎ取ったと。で前回ね開幕戦をお届けしたわけですけども、この小島凱選手には歯が立たず敗北と。そこからですね今回この4戦目、現在1勝3敗の勝ち点2と。そしてこの1勝ですね、当時のこの ROD に所属しておりました、ディーロ・ブラウン選手から、逆さ抑え込みでの、勝利と。ジュニアらしい勝ち方をして、なんとかのチャンピオンカーニバルでこう爪痕を残したと。まあでもね今回の対戦相手が、まあ、プロレス王というところですね。鈴木の選手は2003年頃からプロレス復帰してからですね、どっちかというとシングルプレイヤーというよりタッグ屋としての活躍が目立つと。もちろん一人でも強いんだけども、業界のこの名手と呼ばれる例えば高山選手だったりとか丸藤直光選手と組んでタッグベルトを巻くという時期がね長くありました。と言ってもねやっぱりこの癖のあるお二人だと思うんですよ。高山義郎選手と丸藤直光選手って、もちろん体格も違うし動きのスピードも違うっていう中でね、器用にねそのタッグパートナーに合わせてタッグワークを行う、やっぱりそういう鈴木実選手のこの器用さだったりとかアイディアマンっていうようなね、そんな一面がね見られた時期でもありました。この後にですね太陽ケア選手と組んでグレン隊も結成するわけですから、本当このねシングルプレイヤーとしてもすごいし、タッグ屋としても本当にこのプロレス界にね偉大な功績を残した人物であるわけです。そんな鈴木実選手でしたけども、2006年の3月10日、ここで、プロレス界に事件が起こりました。この日ですね、三冠ヘビー級王座戦で小島凱対グレート・ムタという試合が行われ、チャンピオンである小島凱選手がグレート・ムタに勝利し王座を防衛した後ですね、この年チャンピオンカーニバル出場するメンバーが全員こう一堂にねリング上に返して、それぞれ一言ずつマイクパフォーマンスを行ったと。その中でね、小島凱選手がそんなもんかと、俺が優勝するぞと言っていたところに、後ろから突如現れたのが鈴木実選手でした。小島凱選手をですね後ろからスリーパーで締め落として、その後コーナートップにね座って陣取ってですね、あからさまなこの上から目線で俺も出場してやるというふうに言って、チャンピオンカーニバル出場を決定させました。というわけでその上から目線よろしく、ここまでですね2勝1分けの勝ち点5ということで、中島克彦選手と同じく4戦目と。この2人のねルーツを考えると、やっぱこう打撃だったりとかシュートに近いようなね経路をたどってきたお二人だと思います。そういう意味ではね、もしかしたら手が合うのかなというところですけども、やっぱりこう当時のね克彦くんに関してはね、まだこうほんわかしたというか優しい方なんだなっていうようなね雰囲気がにじみ出る、そんな中島克彦選手が百獣の王と言ってもね過言ではないぐらい、目が合っただけで殺されそうな鈴木実選手と対峙するということでね、中島克彦選手が取って食われるんじゃないかなと思うのがね、ファンシーンだったわけですけども、そんなねちょっと異様な展開にもなり得るこのチャンピオンカーニバルの一戦、ぜひ最後までご覧いただければと思います。行けるところまでぶつかれるまでぶつかっていきたいと思いますし、自分の大きくなれるチャンスだと思ってやるだけやります。史上最年少の18歳でチャンピオンカーニバル出場を果たした中島克彦、
誰よりも熱い情熱を持って奮闘を繰り広げているものの、初戦から3連敗。しかし4戦目のディーロブラウン戦、起死回生の逆さ抑え込みが炸裂し、念願の1勝目を手に入れた。やっと1勝できました。もう今すっごい嬉しいです。これダメなのかなって、やっぱりこの小さな体だったらダメなのかなっていうのはすごく自分の中であったんですけど、その気持ちよりも自分が一生したいっていう気持ちの方が強かった。だからこういう結果として一生できたと思います。初挑戦のチャンピオンカーニバルでさらなる成長を遂げた中島、そのリーグ戦最後の相手は。一勝が目標です。一生懸命頑張ります。僕のチャレンジです。そんなやつは花からチャンピオンカーニバルという名前にいらない。初参戦となった全日本マットで大暴れ。必殺のスリーパーホールドを武器に勝ち星を重ね続ける世界一性格の悪い男、鈴木みのる。その2人が一騎打ちを前にタッグマッチで激突した。1年前他団体のリングで対戦経験のある2人、初遭遇で大惨敗を喫した中島にとって、前哨戦といえどこの一戦は落とせない。しかし鈴木は中島の気持ちをはぐらかし、終始試合をリード。最後は身動きの取れない中島の目の前でパートナーの土方隆二を締め落とし、余裕の勝利。大人げないほど中島を翻弄し続け、前哨戦を終えた。チャンピオンクラスが集まってチャンピオンカーニバルだろ。若手のチャレンジマッチじゃねえんだよ。あいつはこのリーグ戦にいらない人間だということ、本人も分かってない、周りのやつも分かってない。力で分からし、大阪の勝ちに行きます。それだけです。リーグ最終戦で中島に課せられた最後の試練、果たして中島はこの鈴木という熱い壁を越えられるか。10代にしてチャンピオンカーニバル出場という快挙を成し遂げました中島和彦、今リングインです。全日本プロレス初お目見えはこの伝統あるチャンピオンカーニバルでした。鈴木みのる、さまざまなリングを経験した鈴木みのる、現在リーグ戦負けはありません。勝ち点が5、トップをひた走ります鈴木みのる。厳しい表情の鈴木、若い中島相手にどんなプロレスを見せるんでしょうか。軽いステップを踏んでリングに向かいます。風になるか鈴木みのる。アイコーナー235ポンド、鈴木みのる。絶好調です鈴木みのる。アイコーナー200ポンド、中島和彦。前回地元名古屋で初白星、勝ち点が2、中島和彦、砂漠レフェリーが和田恭平。さあ長野さん、はい、この一戦なんですがね、もう鈴木はどちらかというと小馬鹿にしている感じ、はい、で中島はそうはさせるもんかというですね、その位置をちょっと見たいですね。そうですね、まあ、本当にね、親子ほどと言ってはあれですけども、はい、本当に年齢も、ね、離れてますしね、はい、そんな中で鈴木は相手がね、あでも行きますね。そうですね、あガンガン行ってますね、はい、あこれいいですね、はい、さあドロップキック、あっとしかし読まれていた。ソバットを見せますが
実際長野さん、この2人は初対決になるんですか？シングルではね、はい、去年の3月新日本プロレスの、ね、名古屋で当たってるんですよね、はい、ほうほう。ああそうですか、まあ、その時にはね、まあ、本当にいいようにおもちゃにされいたぶられ、うん、思わず中島は涙してしまうというようなね展開でしたよ ね、 なるほどね。それだけに今回の、ね、カーニバルにかける、ね、その中島 の、 この稔戦にかける、ね、気持ちというのは大きかったんですが、姫路でやりましたね、タッグでね。はい、その時にね、はい、やっぱりまた鈴木稔に翻弄されてしまっているということでね、それがこの一戦にどう影響するのか、はい、ただゴングと同時にね突っかけていったあたりね、その辺を払拭しようというね中島の気持ちが見えましたよね。そうですね、もし中島が一泡吹かせるということがありましたらどういった場合でしょうかね。そうですね、やっぱり打撃っていうのは一発ね入る場所によってはね、はい、怖いですよね。うん、でやっぱり中島のやりましたね、この辺りが成長の証ですよね。思わずにやりとした鈴木みのる、この鈴木みのるの、ね、似たりはいつものとちょっと違ってね、本当にねちょっといっぱい食わされたなみたいな感じにも見えましたけどもね。これは中島の心理戦でもあったんでしょうか。だ普通はやっぱり鈴木みのるに睨まれると飲まれる選手多いんですけども、こういうことができるところまでに来てるんですよね。そうですね、中島もね。膝が入りました、2発。やっぱりお返しはね、それに対するあれはシビアですよね。そうですね。さあ、背後からの蹴り、今度表から行きました鈴木みのるです。しかもレガースのついたシューズじゃなくてね、はい、紐付きの革シューズですからね。これかなりこだわるでしょうね。効きますね。まあ、鈴木はですね全日本マット初登場なんですが、はい、実際全日本に対してはどんな印象を持ってるんですか？そうですね、まあ、このチャンピオンカーニバルに入る前に話した時には、はい、まあ、チャンピオンカーニバルだかなんだか知らないけど、ミノルカーニバルだと。ほうほう、なぜなら俺がやる試合全部俺の色に変わるから、うん、俺のお祭りであるというようなことをね、彼は何せよくプロレスは相手の力を引き出してとかね、相手を光らせて自分が光ると、鈴木みのの場合は相手の光を消して自分が勝つというね、そういう言い方をしてますからね。ただ本当のところはその中で鈴木みのるはきっちり相手の持ち味も出させてるんですよね。試合運びがちょっと変わってきましたよね。ね、基本は変わってないんですよ。今日変わってない、はい、変わってないですよ、この鈴木みのるという人は。ただ、はい、本人はそう言いつつも、はい、相手の光る部分が出るというところはやっぱり鈴木みのるの実力なんだなと。はあ、要は人間追い込まれればこの野郎って気持ちになりますからね、だから引き出してあげるというよりは、はい、相手が自分から自分の色を出してくると、はい、そこまで鈴木みのるは相手を追い詰めるわけですよね。なるほどね、あとあるいは頭に来させるかね。ほう、さあその鈴木みのるです。対しますこの中島克彦、ディーローに初白星ということで、それもね、はい、地元の名古屋でね初勝利は嬉しいですよね。そうですよね、これは大きな自信になったと思うんですね、ミドルキック。試合運びでは一番上かどうか、カウント2カウントです。で、まあ、この中島克彦っていうのは、はい、佐々木健介の弟子じゃないですか、そうするとねそれこそ新日本の若手の頃を思い出すと、はい、鈴木みのるとその佐々木健介はね、はい、藤原義明に鍛えられて、お互いねその習ったことを練習して、はい、試合に出して成長してきたんですよ ね。 そうですね、その当時の自分を中島克彦は見てるかもしれないですよね。あ、なるほどね、なおさら厳しくいくのかもしれないですよね。バチバチしたファイトが全部で展開されましたからね。そうですね、おっとこれスレイして逃れました鈴木みのるです。あ、フェイントかける、バカにしたようなフェイントですよね、投げに行く。さあチェンロックに固める、体を密着する鈴木。フェイスロック入ってますね、これはちょっと苦しいか中島。まあ、この鈴木桃とをたどれば藤原、そしてそのたどっていけばカールゴッチまで行くわけですからね。
まあ、もともとは本当にね、はい、新日本の選手でありながら UWF としてね、はい、新日本に上がした藤原義明に、はい、弟子入りし、それを見ていた健介もやりたくなって弟子入りし、2人で弟子入りしてたんですよね。そうですよね、ですから2人の遺伝子をこの中島は受け継いでいる。そうですね、あ、スリッパーですね。これ厳しいですね、ちょっと厳しい。今のところ中島のいいところが見られません。さあどうか、スリーパー、あー、腰を十分に落とします。上からねちっこく、おっと蹴りで返していく。なんとか難を逃れました中島。ドロップキック、ショートレンジで持っていく。あ、これはいい当たりしたんですね、今のは不意打ちになってましたね、さあここはチャンス、どう攻めるか中島。エルボー、さあ対角線に振っていく、突進する中島、フロントネックチャンスリードラップ。さあトップロープを伺います。ここはどうか、ミサイルキック、押さえた片指、しかしカウントは2カウント。この後どう攻めるかなんですね。この後の攻め方ですよね、ちょっとでも隙見せるとね、逆転されますよ、はい、なんとか大物のこの鈴木から1本取りたいところ、あー、テールボーダー、足をキャッチして今度は膝が入る。これをかわせバックを取る、あー、ジャマンだ、早くない、ジャマンスープレックス、どうだ、カウント 2、 惜しかったですね、今のいいジャーマンでしたよ、さあこの後が大事だ、もう1回いくか、もう1回いくのか、ジャーマン、スクワルボーに入る、横から入った、どうだ、あーっと逆十字、逆十字、どうだどうだどうだ、これは厳しい、これは厳しい、足がロープ。この辺りの切り返しは早いですね、ただね中島のねもう一丁つってジャーマンを狙ってるようにしてスクールボーイというのもね、とてもね新人とは思えないね、インサイドワークだったんですけどもね、はい、そこまで鈴木みのる対応してきましたよね、あの弟子見事でしたね、見事ですね。足をキャッチする中島、どうするか、髪の毛を掴んだ鈴木、うまく返す、逆さ抑え込み、どうだ、逆さ抑え込み、体を密着する、やっとカウントする。中島も考えてますね、やっぱり鈴木みのるという男を知ってますよね、さあうまく取っています、中島考えた戦法だ、ロープに送る、そばっとこれをかわした、あーっとスリーパー、スリーパー坂落としに入る、スリーパーホールド、スリーパーホールド、リングの中央、どうだ、スリーパーだ、スリーパーだ、これは厳しい、これは厳しい、どうだどうだどうだ、キャメルクラッチの要領で、さあ締め上げた、あーっとこれ止めましたか、落ちましたかね、そうですね、これもう止めないともう完璧ですもんね、さあこの一戦ちょっと振り返っていただけますか。そうですね、ただ最後のね鈴木みのるの畳みかけっていうのはね、はい、余裕がなかったように見えるんですよね、ということはこれ以上中島和彦を動かしたら、はい、やばいという感覚もあったと思うんですよね、はい、だからもう容赦なく一気に潰したと思うんですよ。なるほど、以前のような余裕はもうなくなってるわけですね。そうですね、まあ、鈴木みのるという人はね、はい、いわゆる余裕というのは遊び心は見せても余裕は見せない人なんですけども、ほうほうほう、今日の最後の場面は、もう本当に無駄なく決めましたよね。あ、なるほどね、そこに逆に中島克彦の成長を見たかなという気がしますね。なるほど、勝ち点がこれで2加わりまして勝ち点7です。爆走します鈴木。まあ、中島しかしこれまた収穫ですね、しかもね、やっぱりこの試合はね、このカーニバルの公式戦数々ある中でも、はい、かなりもう上位に位置する試合だと思いますよ。本当にこの末恐ろしい10代ですね。そうですね、まあ、現在もね、はい、WWA の、はい、世界ジュニアライトのベルトも持ってますし、アジアタッグも持ってる立派な、はい、チャンピオンですよね。そうですね、もう本当にその18歳のとかね、はい、高校生のという冠がいらない、もう純粋にレスラーとして彼はもうトップへの道を歩んでますよ ね、 そうですね、素晴らしいですね。今回もまた一つ引き出しが増えました。中島克彦、大きな収穫を持ってこのカーニバルを終えております。
果負けてしまったんですけど、でも1年前とは違う自分を出したと思います。本当にすごい自分にとってこの1試合1試合がすごく大きな1試合1試合ですし、もちろん初出場者も挙げたっていうことにやっぱりすごく自分大きな自信にもなりました。またこういう熱いリーグ戦に自分も出場できるようにもっともっと成長していきたいと思います。いや前の長島と変わったよ。でも、うん、ただ出てくる、ただ突っ込んでくるだけじゃなくなったな。ただ俺に作戦は強しねえ、だからちょっと置いたりしちゃったから、うん、なお仕置きしといてやって、ちょっとあぐらかいて鼻つほじくりながらでも勝っちゃうからな。まあ楽に肩の力抜いてやらせてもらうかな。大阪大会を終えて B ブロックの得点状況はご覧の通り、勝負は小島、D ロ、鈴木の3人に絞られた。はい、というわけでこの試合は、まあ、もちろん、うん、鈴木美濃選手が勝利するということになりました。ちょっとねオープニングで、ご紹介しそびれたんですけど、ちょっとこの間ね東道会っていうパンフレットを買ってきたんですよね。この時も2006年の、チャンピオンカイドのパンフレットなんですけども、これを見るとね、さっきもあの煽り V でありましたこのね鈴木美濃選手が、登場したシーン見えますかね。世界一性格の悪い男が宣戦布告って書いてますね。小島聡選手がねもう顔を真っ赤にしてね、まあ、悲惨ですねこれなんかね。ちなみにねこのパンフレットが最終戦、このシリーズの最終戦のパンフレットということでですね、ここにあの対戦カードのスタンプがね貼られてます。来週ねあのこの中からあの一戦お届けしようかなと思ってまして、2006年の4月20日代々木競技場第2体育館で行われたチャンピオンカーニバルの準決勝、スアマ対小島聡の一戦です。これね、よくよく見ていただければ分かると思うんですけど、ミラノさんとかがね、出場した試合でもありました。これね、以前取り上げましたけども、まあ、あの日ね、チャンピオンカーニバル行われていたと。あと、それ以外にはですね、この鈴木みのる対太陽ケアっていうね、後のグレンタイ対決も、まあ、行われていたわけですけども、これをね、再来週やろうかなと思います。その次の週に関しては、優勝決定戦やろうと思いますので、ぜひね、皆さんそれまでお楽しみにお待ちいただければと思います。まずはこの試合、スアマ対小島聡ということでですね、2006年というと、須山選手がブドゥーマザーズ入りした年になります。しかもあの小島聡にバックドロップをかまして造反してブドゥーマザーズ入りしたわけですから、その意味ではまあ因縁の対決ということになってきます。デビュー1年半の須山選手がですね、いきなりねチャンピオン界の準決勝にまで躍り出るということでね、若々しく、そして髪が真っ赤なね須山選手の活躍に対するこの当時の三冠ヘビー級チャンピオン小島聡選手、この試合ねぜひ来週までお楽しみにお待ちいただければと思います。それではまた次週お会いしましょう。さよなら。